このスマ。ただもー、はぁ、今日もよく働いたぜ。おかえりなさいませ。うおお前らなんでここにいるんだよ。しかもそんな格好して。カズマ様は日頃より世のため人のために尽くしていらっしゃいますから。たまには感謝の気持ちを込めておもてなしをさせていただきたいのです。怪しい。結構です。まあまあそう言わずに。そうだ、帰ったばかりで疲れてるだろうし、マッサージでも。うわやめろ。遠慮すんなって。最初は嫌だ嫌だって言ってもだんだん良くなってくるから。その手つきやめろって一体何なんだよ。でしたら勝間様、お風呂でもいかがですか。私の雷で電気風呂にしてみましたの。血行改善や疲労回復の効果が期待できますのよ。どうせ電気強すぎて感電するパターンだろ。いつまでもいたずらで怒らないと思ったら大間違いだからな。俺は女でもドロップキックをかます男、カズマさんだ。善意はまた今度受け取るよ。今日は疲れたしさっさと着替えてね。うん、ない。俺のジャージがない。暖炉の前に置いてたのに。お前ら、俺のジャージをどうしたんだ。知らない。俺は知らない。そうですわ、ダストが勝手に売ってしまっただけで。おいメル、裏切んのか。お前だってなくなってたら面白そう、素敵ないたずらだって言ってただろう。そうですが売ったのはダストではありませんの。なるほどな、それなら仕方ない。もてなしに免じて許してやろうなんて言うとでも思ったか。二人で今すぐ買い戻してこい。
いや、でももう遅いし、それに質屋に入れたから流れて他の町に行っちゃってるかもしれない。お前がどんだけ借金してるかリーンに話してもいいんだな。それにメール、スコールに言うぞ。この素晴らしい